日本共産党の高橋千鶴子です。昨日は社会保障と税の一体改革について一日議論がありました。我が党はすでにお話をしているように社会保障の改悪とセットの消費税増税には反対であること、増税によらない財源確保についてすでに2月7日に提言を発表しているところであります。今日取り上げたいのはやはりその前提となる考え方であります。総理は社会保障を持続可能で安心できるものにしなければならない、このことを繰り返し述べていると思うんですが、そもそも安心の社会保障を安定的に作る鍵の一つはやはり雇用ではないでしょうか。社会保障の担い手という意味でも、また経済循環のための消費購買力を増やすという意味でも、また安心して子どもを産み育てられる環境づくりの土台としても、やはり雇用は大きな鍵だと思っておりますが、まずこの前提について当然総理も共有できるのかと思いますが、認識を伺いたいと思います。野田内閣総理大臣。社会保障は国民が相互に支え合う、そういう仕組みでありますけれども、これを持続可能なものにしていく上では、委員ご指摘のとおり、雇用の確保ということが大変重要な課題だというふうに思っております。このため、成長力の強化によって、雇用の創出を図り、意欲あるすべての人、男性も女性も、老いも若きも、希望すれば働ける環境、いわゆる全員参加型社会の実現を図っていくことが大事だということと、加えて働きがいのある人間らしい仕事の実現、ディーセントワークを図ること、こういうことを念頭に置きながら、さまざまな施策を推進をしていきたいと考えております。高橋さん。はい、希望すれば誰でも働ける、また働きがいのある人間らしい働き方、これ本当に同じだと思うんですね。ただ今はそうなっていないというところに大きな問題があると。で今、震災や円高なども大きな契機となっているわけですけれども、大手企業の工場が地方から撤退し再編が進み、雇用にも大きな影響を与えています。経済産業省の工場立地動向調査によれば、2011年上期の工場立地件数は過去3番目に近い低い403件、面積にして419ヘクタールとにとどまっています。でその数字が今ちょっとここには入ってないんですけれども、いかに下降しているかというのがグラフでもう明らかと思います。でこのスタートになっている90年、これが3783件、4612ヘクタールですから、まさに10分の1に縮小しているということであります。ただこのデータはですね、立地動向でありますので、撤退の状況が全く分かりません。撤退に伴う、あるいは雇用変動というのが当然あるわけですが、それはどうなっているでしょうか。枝野経産大臣。工場の撤退そのものについての統計は把握をしておりませんが、経済的な事情等で1ヶ月の間に30人以上の従業員の方を退職させざるを得なかった場合には、事業主が大量雇用変動届を提出することを義務付けられております。この集計結果によりますと、2011年上期1月から6月までの届け出事業所数は1247事業所、離職者数は62746人となっております。高橋さん。私は今の数字はもちろん掌握をしております。でもちろん全部ではないですけれどもね、一定の参考にはなるであろうと厚労省の所管でありますけれども、で問題は工場立地を着目して、またこの間も長くですね、やっぱり企業誘致型 の経済対策というものをやられてきたし、今回も震災からの復興にあたりましてね、やはり立地補助金ですとか企業立地に重きを置いた対策っていうことは、復興計画の中で随分あるわけなんですね。だけどその影響について、掌握している部署がないと、そもそもそこに問題がないのかっていうことが言いたいわけなんです。で20日付の日経新聞によれば、同じ工場立地動向調査の中で2010年に
工場をすべて移転させた件数、これ撤退ではなく移転ですけれども、169件とあります。で、その件数はさほどではないんですが、面積が235ヘクタールで、2000年の、以降から見ると、唯一200ヘクタールを超えた。つまり工場の移転件数はそんなに増えてはいないけれども、大規模工場の増加が増えたということなんですね。さっき言ったように400ヘクタールを超える新しい工場立地が進んだけれども、その半分以上のところがすでに跡地になっている、こういう関係が見えてくるのではないか。これかなり深刻な話ではないかと思うんですね。で、撤退の動向についてもやはり系統的につかむべきではないでしょうか。自治体との事前協議、そういうルール作りをやっぱり作るべきだと思うんですね。で、尼崎など自治体で独自に条例を持っているところもありますけれども、独自でやるとそこには、ね、難しいからってことになりかねないので、やっぱりオールジャパンでやらないといけない、そういうことを、ね、ぜひ検討すべきではないかと思いますが、枝野大臣もう一言いかがですか。枝野経産大臣。はい、特に工場の撤退については、そのことが雇用に与える影響が大きいという観点から、先ほどご報告しました厚生労働省が取っております統計、そしてもちろんその他にも事業団体経済団体等の統計データやさまざまなヒアリング等、地方の経産局中心に行っておりまして、幅広く情報を収集しながら施策の展開を行っているところでございます。今ご指摘いただいたその撤退の、件数面積等もですね、同じように把握をするべきではないかということについては、持ち帰らせていただいて検討させていただきたいと思います。高橋さん。はい、ぜひ検討していただきたいと思います。後から取り上げる具体の話の中でもやはり関係があるなと思っていますので、それでこうした中ですね、家電業界が軒並み赤字決算、過去最大規模などと大変ショッキングな報道がされました。2012年3月期決算がパナソニック7800億円、シャープが2900億円、ソニー2200億円、NEC 1000億円と、これを足しただけでも1兆3900億円の大赤字となって、パナソニックだけでもグループ全体で年間に2万7000人ものリストラに踏み出すと言っています。もちろん震災、円高、タイの洪水など要因は様々ありますが、一様に強調されているのはテレビの不振だということなんですね。もうプラズマテレビも薄型テレビも日本製ではなくなるのか、大変な危機であるわけです。そこでパネルをお願いします。昨年の6月14日環境省、経済産業省、総務省が連名で出した、家電エコポイント制度の政策効果等についてを発表したわけです。で、これを読みますけれども、家電3品目について約2兆6000億円の販売押し上げだと、それから予算額の約7倍に及ぶ経済波及効果5兆円の呼び水だと、延べ32万人の雇用を維持創出したと打ち上げたわけであります。で、予算は6930億円で、これここには書いてありませんけれども、半ば政府によって強制的に、買わざるを得なかった地デジのおかげで、テレビは目標を大きく上回り、1億1131万台です。売り尽くしたという感があるわけですね。で、日経ビジネスでインタビューに応じたシャープの片山幹雄社長は、国内テレビ需要の激減が業績悪化の引き金だ。私は評論家ではないが、エコポイントなどで需要を先食いした結果、市場が予想以上に冷え込んだということだろうと語っています。税金でですね、こんなに応援して、そのしまいには業界から業績悪化の引き金がエコポイントだと、ここまで言われる、これどういうことでしょうか。この総括、どうしてるんですか。それは経産大臣。家電のエコポイント制度については、もちろん景気対策という側面もありますが、
一つには環境対策、それから地デジの普及というような目的がありました。これらについては一定の成果が上がっているというふうに私は思っております。それからもちろん景気対策ということについては、当然こういったポイントによって、需要を前倒しをさせるという効果が生じますから、当然こうした制度が終わったところで逆反動の反動源が生じるということは当初から予想されているところでございます。ただなお直近1ヶ月の販売実績では冷蔵庫とエアコンの売上は対前年比で増加をしております。問題はテレビでございます。もちろんその終わらせ方についてもですね、反動源がスムースにいくようにという対応を取っておりましたが、大きな反動源が出ております。ただこれあえて申し上げれば、国内において相当程度買い替えが一気に進むということで、国内における需要が落ち込むということは、これ電機メーカー当然織り込んでおいていただかなければいけないわけでありまして、むしろこの電機メーカーのこの間の業績悪化の原因は国内で売れなかった。これはむしろ予想しておいていただいて当然のことでありまして、国際競争のところでですね、韓国等との競争の中でですね、売れ行きが落ち込んでいると。このことこそが一番大きな原因だと私は思っております。高橋さん。率直に言ってですね、約7000億円の税金が無駄だと言われているような状態なわけですよね。でそれをですね、いやいや、メーカーがそんなものを織り込み済みなのに、業績悪化したというのは何事だみたいなことを言うっていうのは、そう、織り込み済みだったら政府がなぜこういう政策をするんですか。そして良かったところだけ総括として発表して、半年後のこの2兆6000億円の半分以上が赤字だと言っていることに対して何の総括もないんですか。これは国を挙げての政策ですので、総理に通告しております。どうぞ。枝野経産大臣。経済政策、経済対策というのはですね、短期的にですね、激変を緩和させるためにやっていかなきゃならない政策と、中長期的に日本の経済が活力を維持する、あるいは活力を高めるためにやる政策と、両面あります。で、こうしたエコポイントのようなですね、需要の先食い政策というのは、まさに緊急避難的に、急激な悪化というようなものを、の影響を、緩和するための政策、政策であります。現に私の下でもですね、自動車についてですね、エコカーの補助金等の施策をスタートさせました。これについて、これで、当然のことながら将来の需要を先食いすることになりますが、現下の円高という大変厳しい状況の下で、ここを乗り切りませんと、例えば円高の状況が緩和をして輸出等についてある程度の採算が見込まれる状況に回復したとしても、それまでの間に空洞化が進んでしまうということで、まさにその間国内の需要を前倒しすることによって、激変緩和をしようという政策であります。当然のことながらこういった家電エコポイント制度についても導入時の担当ではございませんが、そうしたものであると思っております。そうしたことの中で今もちろんで、なおかつ環境への効果と、それから地デジ普及という一定の効果を上げたことと、それから一定期間我が国の電気産業の急激な落ち込みということをブレーキをかけたということは、これをどの程度の評価をするのかということは別としても、その効果はあった。ただ問題はそもそも構造的に、特にテレビなどの分野においては韓国との競争に完成品部分のところでは勝てなくなっている。この原因と反省をすることが一番重要だと思っています。高橋さん。はい、そうしたことも含めてきちんとした総括をするべきじゃないかと、いいことだけ言うなということを言ってるんです。先食いだと認めていながらエコカーに3000億円、100万台また新たな予算をつけているわけですね。そうするとやっぱり瞬間的に機関従業員を増やして、そしてまた一気にこれを解いていくと、その繰り返しでいいのかと、持続的なやっぱり対策を取るべきだ、家計の消費を温めることと雇用の安定に向かうべきだということを指摘をしたかったんです。で、具体の話に入りたいと思います。秋田県に15ある電子部品大手 TDK 工場が業績悪化を理由に閉鎖するなどして、
県内中工場に再編されると発表されました。秋田県にかほ市が創業者の出身地でもあるわけです。1940年の平沢工場新設以来、地域経済の中心となってきましたが、秋田県内約1200名の従業員の配置転換と協力会社の契約解除などが大きな問題となっています。20日、私、TDK の東京本社に地元議員とともに行ってまいりました。で、山形県の TDK 湯沢工場は、将来性が見込めないということで閉鎖をして、この業種は完全になくなるわけですけれども、その51人の従業員は鶴岡市などへ移動となります。で、秋田県内のグループ従業員については、基本的には同じ仕事が、移転という形で、雇用の維持にはなるという説明だったわけです。ただ、さらなる再編がないとは言えないということを、確定できないということをお認めになりました。また、協力企業が20社あるわけですね。で、その中には 100% TDK の仕事しかしてない会社も含まれておりますが、3社、契約解除がすでに取り沙汰されておりまして、全体として、その協力企業と、そこに張り付く下請け、関連企業となると、1000人、あるいは数千人の規模ではないのか、全体像は誰も分かっていないわけです。で、これも見えないリストラと言えないだろうかと。表面的には TDK はグループ社員は一人も切っていませんということになるかもしれません。ただ、関連企業という見えないリストラがやはり地域を冷え込ますことになる。そういう問題意識は総理にあるでしょうか。経産大臣。先ほどのまずお話ですが、私も需要の前倒しになるような政策が非常に素晴らしくて万々歳だなんてことは申し上げておりません。潜在的な需要をきちっと長期的に掘り起こしていく、そのために家計所得、可処分所得を増やしていくということが中長期的には本質だと私は思っています。ただそれには効果が出るには時間がかかります。それまでの間に完全に空洞化をしてしまったり、今ご指摘いただいたように工場閉鎖などをしてしまって、それから例えば需要が湧き上がってきても、それでは日本の国内の空洞化という、つまり雇用が喪失されるということのに対する対応にならないわけですから、したがって短期的な止血的な効果としてですね、需要の前倒しになるような施策についても必要に応じてやらざるを得ないということを申し上げているわけであります。そうした上で今個別具体的な事業者の名前もお出しになってご指摘をいただきましたが、一般論として申し上げて世界的な産業構造の転換、特に新興諸国の成長のもと、なおかつ円高などの厳しい事業環境があります。我が国のものづくり産業が企業がですね、事業の選択と集中が不可避であるということは、これは否定できない状況であろうというふうに思っています。逆に言うと、事業の選択と集中がなされなければ、企業全体が倒れてしまう、あるいは日本の産業そのものが倒れてしまうというような国際環境の中に我が国はあると言わざるを得ないと思っています。ただ、そうした際においてですね、そこに働いている皆さん、あるいは立地をしている地域に対する影響をどれぐらい小さくした中でですね、事業の選択と集中がなされていくのか、そしてもう一つは、それと同時並行して同じ企業がやるかどうかは別としても、新しい産業分野、競争力のある産業分野をいかに育てていけるのかということが重要でありまして、先ほど工場立地についてですね、補助金など出しながら、片方で閉鎖がたくさんあるではないかというご指摘がありました。閉鎖がある分を超えるような新規立地ができる、やっぱりこのことでないと国際的な競争の中で成り立っていくことは難しいのではないだろうかと。ご指摘の案件についてもですね、地域の自治体等とですね、連携をしてですね、必要に応じて雇用あるいは取引先企業への影響軽減に取り組んでまいりたいと思っております。小宮山厚労大臣。今ご指摘のありました TDK の件について厚生労働省で取り組んでいますので、その、お話をしたいと思います。厚生労働省としましては、2月7日に秋田労働局に緊急雇用対策本部を置きまして、 TDK などに対して雇用の維持ですとか再就職支援、これについて要請を行っています。また離職を余儀なくされる方の再就職、雇用保険の受給、また賃金の支払いなどに関する相談窓
窓口の設置などを行いまして、一人一人の方へのきめ細かい対応をしていきたいと思っています。今後とも雇用のセーフティーネットの充実整備、また機動的な雇用対策、労働基準法の遵守の徹底などによりまして、対策に万全を期していきたいと考えています。高橋さん。はい、そこはしっかりやっていただきたいと思うんですね。当たり前のことですので。だ問題はその見えないということにどう取り組むのかっていうことを言いたかったんです。で地域が冷えてるでしょっていう認識さえも先ほど大変長い答弁をされましたけれども一言もございませんでした。で先ほどの枝野大臣の答弁は、ね、昨年経済産業委員会でしょうか予算委員会でしょうか同じ答弁をされているのを見ております。でその同じ答弁は進行広告の台頭ですとか円高ですとか選択と集中TDK の本社に行って聞いたことと全く同じです。全く同じ説明でもただそれでねそこで分かりましたとやむを得ないですねと言ったら歯止めが効かなくなるよねっていうことを私は本社に直接申し上げてきました。そういうところがどこかに出てくるかっていうことがやっぱり政府に聞きたいところなんですね。そうでなければ雇用がいくら縮んでもやむを得ないということになっちゃうんだということが言いたいわけなんです。で総務省の人口移動報告によると秋田県は昨年の転入者と転出者をこうプラスマイナスで見ますとね出ていった方が2690人多いわけなんです。でその生産年齢人口働き盛りの人口が全市町村で転出の方が多い。これは実は秋田県だけであります。で横手市の経営企画課の職員が工場が相次いで閉鎖し就職先がないのが一番の理由だ。企業支援をしても効果が上がらない。もはや行政だけでは転出図は止められないと述べています。これは2日付の読売新聞が報じています。でこういうね地域の本当に危機感を持っている。だから先ほど労働局の話もありましたけれど仁賀保市と由利本荘市県商工会が連絡会を作ってで仁賀保市だけでは製造業160社あるわけなんですね。それを1社ずつ歩いて聞き取りをしています。であなたのところは TDK と取引ありますか。でそれがどのくらいあるのか。つまりさっき言ったように 100% のところもあるけど5割のところもあるし数パーセントのところもある。でそういうのを全部聞いていって初めて影響が分かる。これ2月の末に発表するということですけれどもそういうこの努力をしてるんですね。だけど地域の人は決してその TDK を正面からは責めないわけなんです。これはやはり創業者の地であるという自負があってね三工場も閉鎖するということは大変な衝撃なんだけれどもでもやむを得ないかなと会社も苦しんでるんだろうということで遠慮してるわけなんですね。そうするといつまでもお願いベースでしかないし自分たちの足でつかむしかないんだと。でここをもう一歩踏み出してねもっと企業が実態をつかんでもうちゃんと自治体に報告しますよと努力をしますよっていうルール作りに踏み込んでいくとそこで初めてこうリストラの実態や地域経済のどれほどの影響があるのかっていうのが見えてくるんじゃないかと思うんですがいかがでしょうか。枝野経産大臣。今のお話聞いて今のご趣旨は私は理解いたします。個々の企業にとってはですねこれだけの国際的な厳しい競争の中で事業の私は選択と周知はやむを得ないと思いますが同時に日本の国内でさまざまな公的なインフラ等を利用した中で企業活動をやっているわけですから社会に与える影響等を最小限にして選択と周知をする責任はあるというふうに思っています。そうした上ではですね例えば工場が撤退等がやむを得ないあるいは縮小がやむを得ない場合にですね地域経済に与える影響等について事前に関係者で相談をしていただくそのことのために情報把握をするというような枠組みというのがあればそれだけ あらかじめですねその個々の企業にとっても対応がしやすくなるのではないかと思いますので今の点については検討させていただきたいと思います。高橋さん。
お願いいたします。それで集約した先の工場、マザー工場と呼ぶわけですけれども、県の本庄工場、本庄工業団地に建てた敷地面積が25万平方メートル、建築面積が5万7500平方メートル、これグループ最大規模です。TDK、MCC 本庄工場に、1700人を超える従業員が集められると言われています。で、秋田先駆け新報の10日付によりますと、ある金融機関の幹部がこんなことを言っている。つまり、このマザー工場ですね、業績が良ければ自前のラインを増やし、で悪くなれば他工場の業務を集めるスペース、伸びしろであり、避難場所である。こういう表現をし、避難場所という表現になかなか衝撃を受けたわけですけれども、TDK では円高で1円上がると20億円の損失になります。で、これは工場再編で浮くコストをチャラにしてしまう。1円でチャラにしてしまう金額になるわけです。ただ、今日の報道でもあるように1ドル80円台ということで、予測より少し円安傾向に持ち直したわけですよね。で、楽観はできないけれども、変動はするということで、ゆとりある工場を作っておいて、その時の状況に応じて、伸ばしたり縮めたりということ。ただ、そこにですね、人が伴うわけですよね、当然ね。当然人が伴うわけですよ。で、それはもうしょうがないという立場なのか、もうこういう状況なんだから伸ばしたり縮んだりしたときに人は雇ったり切ったりと、その方がいいんだよと、やむを得ないんだよという立場なのか、厚労大臣。小宮山厚労大臣。あ、厚労大臣。間違えてる。厚労大臣。それは雇用を安定させるということは経済をしっかりと立て直していく、それを保っていくためにもぜひ重要だと思いますので、雇用の安定ということについては厚生労働省としては最大限いろいろな努力をしていきたいと思っています。高橋さん。はい、その最大限努力するとお答えになりました。で、それがですね、具体的にどういう形でできるのかということに、もっと知恵を出さないと、やむを得ないという立場ではないということはまず確認をしたわけですけれども、じゃあ雇用にね、さっきから言っているように、私3年前にも TDK に電話してるんですよ。で、その時は本社の方針なので、日華北工場なんですが、本社の方針なので何とも言えませんと、自分たちには言えません。そして協力企業が例えば派遣社員ですとか、いろんな影響あるだろうと、でも実態分かりませんと述べたわけなんです。で、そこからやっぱり入れてってね、きちんとルール守れる立場に立てるのかということを言っていただきたい。ここは指摘に留めたいと思うんですね。で、やっぱり総理に先ほどから指名をしてるんですが、お答えになっていただけないので、どうしても一言聞きたいんですね。やっぱり再現のないリストラと海外移転、これで企業は一定の体力強化を図ってきました。でもこれは雇用も地域経済も大穴が開くことになるわけですね。で、今海外生産比率がすごい高まってて、もう3年後には5割くらいは海外だというところが、3割近い経営者が考えていると言います。でもこれは、もう先ほど、枝野大臣の答弁の中にもありましたけれども、海外シフトが進む中で、その日本企業が、勝ち負けている、企業、サムスンですとかね、そういう企業の技術も支えているのは TDK だったり、日本の技術だったりということになっている。あるいは海外に進出した子会社が日本にこう逆輸入してきて、デフレを進める、そういう環境になっているわけですよね。だからやっぱり地域の経済を冷やさないと、内需を温める方向にやっぱりしていかなきゃならない。さっき総理はいつもこのままでは社会保障がみんなで支える騎馬戦型から肩車型になってしまうということをよくおっしゃいますよね。だけど、その肩車を担ぐ人さえも、ね、担ぐ力さえもなくなるようではまずいと、そういう認識に立って頑張らなきゃいけないと思いますが、いかがですか。これは総理、答えてください。野田内閣総理大臣。ご指摘のとおり、よく人口構成の激変の中で、その2050年代には肩車の社会になるというお話をさせていただきます。で、その時に支える側の方が働く場がない、元気がない状況だったら社会保障は成り立たないというご指摘は全くその通りだと思います。で、今までのご議論があったようにですね、
円高等の、まあ、いわゆる影響によって産業の空洞化が進むことによって地域経済が疲弊をし、そこから雇用が失われる、その懸念は間違いなくあると思います。でそうならないようにするためにですね、これは例えば立地補助金5000億円拡充するとか、あるいは中小企業の金融支援をするとか等々の取り組みをやってまいりました。やっぱり競争力を企業に持ってもらわなければいけないと思います。で一方で雇用と両立しなければいけないと思います。企業が国内に残って投資やあるいは雇用にきちっとお金を使うような環境整備に全力を尽くしていきたいというふうに思います。はい、高橋さん。はい、そこで一つ提案しますが、まあ、地域はもちろんただ黙って手を組まれているわけではございません。11日付の先駆け新報によれば、二カホ工業振興会の渡辺光悦会長がこんなことを言っています。 TDK は太陽のような存在で、協力会社はひまわりだと。どういう意味かなと思ったら、みんな太陽の方を向き、横の連携がなかったという指摘なんですね。で製造業集積地と言いながら、全国の他の集積地と違うのがこの点だと。今こそ連携してみんな同じ方向向いてるんじゃなくて、横の連携で新たな事業を展開していくべきだと語っています。でこれ市に聞いてみたんですけれども、地域資源を生かした新規事業を起こしたいと考えていると。で近くに県立大学もあるわけですけれども、産学官あるいは地元金融機関の共同でぜひ発展をさせたいと。でここに応援をしてもらいたいし、いい取り組み方があったら情報もいただきたい、そういうことをおっしゃっていました。私はすごく前向きな話だと思うんですね。こういう地元企業が本当にこう横で連携をし合って新たな展開をしようということに対して、まあ、大いに支援をしていくべきではないか。被災地向けのグループ補助とか税制優遇とかいろんなことをやってきましたが、やっぱりこういう冷え込んでいる地域経済を、ね、立て直す上でもぜひ知恵を出すべきだと思いますが、どうでしょうか。枝野経産大臣。ご指摘のとおりですね、異なった分野の中小企業がお互いの経営資源等を持ち寄って連携する、これはですね、本当に潜在的な力、まだまだ日本の中小企業にはたくさんある。ただそれが生かされていない、それはこういった連携によってですね、生かされていくことにつながっていくと思います。で特に新商品の開発等を取り組んでいただくことでですね、地域に新たな事業や雇用を創出をしていける。で経済産業省では中小企業新事業活動促進法という法律を所管をしております。異分野の中小企業が連携した新商品開発や販路開拓の取り組みを認定し、予算や融資などによる支援を実施をするとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構が専門家によるきめ細かいアドバイス等を実施をしているところでございます。また新商品開発や販路開拓などの経営課題について豊富な支援実績を有する相談員が中小企業支援機関での直接対応や専門家派遣を行う事業も実施をしているところでございまして、今ご提起のありました二課保守の、ね、ケースなどですね、ご相談があればこうした制度十分使えるのではないかと思っております。はい、高橋さん。はい、よろしくお願いします。やはり地域のなるべくこう実施性を引き出しながら、そして使い勝手の良い形で応援をしていただきたい。ここは公的に約束をしていただきましたので、しっかりとお願いしたいと思います。でもう一つの、先ほど私見えないリストラという表現を使いましたけど、もう一つ見えない理由がやはり派遣労働などの雇用契約状態があるわけです。で TDK は先ほど私3年前に電話しましたって話をしましたけど、2008年のリーマンショック以降の時に県内の派遣社員300人の解雇をしております。でこのグループ企業はそれですでに派遣社員が減っているわけですね。だけど協力企業や関連企業はまだよく実態が見えていないわけです。でこれはどこでも同じですけれども、直接雇用ではないわけですから、契約を解除しますと、下請け契約を解除しますというと、その下請け企業が派遣契約を切るという、こう、間接的の上に間接という形になるから、本当に見えてこないわけですよね。で、これがもともとから指摘をされていた労働者派遣法の問題点だと思いますが、これについて小宮山大臣、いかがですか。小宮山厚労大臣。
確かにおっしゃるように派遣先と派遣元のそれぞれの責任がこう分かれていることなどいろいろと派遣の働き方を安定的にしっかりと守るということには問題があるということは分かっております。でこのためですね事業主に対しましてはこの労働契約法などに基づく解雇に関するルールこれについて啓発指導をしたりまた派遣元指針派遣先指針に基づく派遣契約の中途解除に際してのルールこれの遵守を求めています。派遣元は新たな就業機会の確保休業等により雇用を維持するそれとともに休業手当の支払いなどの責任を果たすということまた派遣先は休業等により生じた派遣元の賠償をするこうしたことがちゃんと指針で決められていますのでこうしたことを守るようにということを求めています。で加えまして今回の労働者派遣法の改正案では現在この指針で定めている派遣契約の中途解除のルールを労働者派遣法その法そのものに明確に位置づけることにしましてそういう意味では派遣労働者の、保護に役立つというふうに考えています。高橋さん今労働者派遣法の改正が労働者の保護に役立つそういう答弁がございました。で民主党政権が誕生したその大きなきっかけの一つがこの2008年のリーマンショック以降の派遣切りの嵐でこれで労働者派遣法の抜本改正大きな期待が民主党に集まったんだと思うわけであります。しかし現実にまだ派遣法の改正は実現をしておらないわけですね。何の進展もないというのが現実ではないかと思うんです。最初の法案が出たとき、その時点ですでに総選挙のときに約束をした3党いわゆる民主、社民、国民新党ですね、この案はすでに保護にされて新たな政府案というものが出されました。で私たちはそれは非常に骨抜きだとあるいは施行日が先送りだということで問題だと指摘しました。それでも大臣おっしゃったようにねある程度は労働者の保護の方にやはり一歩踏み出したものがあるそう思っていたんです。問題はその後のことであります。自民党時代のに比べれば派遣労働者の保護 に向いていた法案そのわずかな法案がずっと棚上げされていたのに昨年の臨時国会最終盤で猛反対していたはずの自民党や公明党と共同して修正案が出されてきた。まずそのことが理解できないんですよ。なぜ3党が共同できるのかということが一つありますよね。でその中で全くそのいわゆる核となる部分原則禁止その製造業の派遣登録型の派遣の原則禁止という部分を全面削除してしまった何もない法案になっちゃった。これが突然不意打ちのように出てきてわずか3時間の審議で可決をされてしまったわけです。厚労委員会でこれもう私はもちろん抜本修正案を出して反対をいたしました。ただこれは実は昨年の国会時間切れで廃案になったわけですね。でもそれは時間切れというだけではなくてやっぱり国民の世論が大きくあったからだと思うんですよ。でそれを何にも見ないで今国会また厚労委員会の冒頭で来週にも採択を狙っているというんです。私は繰り返しせめて参考人としてこれまで派遣切りの当事者に呼んで意見を聞いてほしいと訴えてきました。これは与党の中にもそれは当然だよね必要だよねっていう声ありました。でも全然そういう機会さえもなかったんです。それが今ですねまさか審議もしないで通してしまう全く違うものがこんなことが許されていいんでしょうか。総理に聞きたいんです、マニフェストをこれだけ破るってことにもう怖いものがないのかもしれませんが民主党は政権交代の時に行き過ぎた規制緩和とそう批判をして労働者派遣法の抜本改正を掲げたんです。その旗はもう下ろしたんですか。小宮山厚労大臣破れた
その抜本改正の法案を確かに出しましたけれど、その後まあ東日本大震災ですとか円高とか欧州危機などいろいろ状況が変わった中で民主自民公明3党で修正案が提出をされました。この修正案は政府案に盛り込まれている労働者の保護規定の多く、例えば日雇い派遣の原則禁止ですとか労働契約申し込みなし、申し込みなし制度の創設、そのほか、離職した労働者の労働者派遣の受け入れ禁止、欠格事由の追加など多くのものが維持されていますので、この法案の効果はあると思っております。一歩前進ということで、ぜひ早期の、成立にご協力をお願いしたいと思っています。よろしく、はい、こんな、もちろん一言で終わります。こんな言い分ね、絶対認められません。今更になって震災が理由だとか、そんなこと絶対に言ってはなりません。抜本改正は絶対許せないと、企業の論理ばかりがまかり通るようなやり方、認められないということを訴えて終わりたいと思います。今日は秋田県の二ヶ保市などを中心として、15の工場がある TDK、 これが再編統合を行って9の工場になるということが大変地域で大きな問題になっていて、先日実は地元の議員の皆さんと一緒に本社に行ってきたんですね。でやっぱり地域経済を冷やすし、やっぱ雇用を守らなければもう本当にこれからの将来もないわけですから、このことをね言いたかったんです。でそれをやっぱりこう企業の論理にしてはダメだと、つまり円高だから仕方がないよねとか、業績悪化だから仕方がないよねって言ったらキリがなくなっちゃうわけですよね。でそういう点で、地域 の市役所や県や商工会の皆さんが頑張って下請けの実態、例えば派遣労働者がどのくらいいるかとか、そういうことを一つ一つこう歩いて掴んでるんですね。でそういう取り組みに対して今回光を当てたんですけれど、そういう、こう枠組みを国として作っていきたいっていうことを検討すると、枝野大臣が答えたこと、それからそのたとえ企業が撤退してもその後残った関連企業で力を合わせるってことに支援していくっていうことも前向きな答弁があったかなと思っています。でもう一つね、今日そのことと結びつけてあえて言いたかったのは、企業の論理がまかり通って労働者が雇用の調整弁になってはいけないんだと、それが労働者派遣法の問題なんですね。来週にも厚労委員会冒頭で骨抜き修正案、自民公明民主で通そうとしています。絶対に許せない、審議さえしないということで、今でもそれでもね、小宮山大臣は労働者の保護になってるなどと言ったので、怒り の質問をしていますので、ぜひ見ていただいて世論をうんと広げて跳ね返していきたいと思っています。よろしくお願いいたします。